こんにちは、工場長です。本日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは愛知県名古屋市にあるモンキーフリップというメガネ屋のスタッフがそれぞれの視点でメガネに関するさまざまな情報や新作などのお知らせをお届けしています。その中で僕の動画ではメガネをカスタムするとはどういうことなのか、そのカスタムの種類はどんなものがあるのかっていうことを紹介しています。最近ではカスタムの制作風景を動画にしていましたが、今回はラインストーンのカスタムが一気にオーダーとして入りましたので、そちらの作例を見ていただきましょう。先ほどから画面には映っていましたが、そのカスタムフレームがこちらになります。紹介するのは5本なんですけど、プラスでもう1本制作中のフレームがありまして、それがねなかなかインパクトのある仕上がりになっていますので、こちらも一緒に見ていきましょう。まずはこちら、シュハリのシリーズからシュの CE6 番クリアカラーですね。このレンズカラーはベイパーウェーブといって、ピンクとブルーのダブルグラデーションになっています。それに雰囲気を合わせるために右側にブルーのラインストーン、左側はバイオレットですね。バイオレットのラインストーンが入っています。それぞれサイズは MS、SS の順番に並んでいます。少し見にくいんですが、ナイロールの糸もブルーに変わってます。続いてわらしシリーズからカイドウの CE4 番レッドデビです。表側はブラウンのようなパープルのようなちょっと不思議なカラーですが、内側は綺麗な大理石のようなカラーになっています。レンズカラーはミューゼット、グレーとパープルのダブルグラデーションですね。ちょっと画像では分かりにくいんですが、ホームページにはね綺麗な写真が載ってますので、ぜひそちらご覧ください。そこに先ほどと同じくブルーとバイオレットのラインストーンを配置しています。ただ今回は左右でアシンメトリーのデザインになっていまして、右のレンズは上部に、左のレンズは下部にそれぞれ配置しました。ちょっと目立ちにくいんですけど、今回はねフレームにもストーンを追加してあります。左右ともブラックの LL ですね。こちらがフレームに取り付けてあります。言い忘れましたが、レンズに取り付けたストーンズは右側が MS、SS、 左側は M と S。 実はテンプルエンドにもレッドのストーンが配置されています。こちらもサイズは LL ですね。3本目はライデンの C1 オールブラックのフレームです。レンズカラーはブリーズネイビーです。こちらのカラーは濃度を選べるんですが、今回は 50% となっています。そのグラデーションですね。そこにブルーのラインストーンをシンメトリーで下部に配置してます。サイズは M と S、 こっちも同じ M と S ですね。フレームの左右にもブラックの LL を2つずつバランスよく配置しました。あとこちらの、映るかな、このレンズへのレーザー加工も本店で受け付けていますので、興味のある方はスタッフまでどうぞ。4本目、ここからはラインストーンに追加してチェーンカスタムも入ってきます。まずは先々 C6S です。レンズカラーは短波 SH、 グレー系のグラデーションになっています。レンズ左右にアシンメトリのデザインでレッドのラインストーンの M と S、 さらにガンメタのチェーンをレンズからテンプルにかけて取り付けました。長さは11センチ、テンプル側はリングパーツを使用しています。最後に5本目、双流の C2 番、外側はブラック、内側はオリジナルのクレイジーカラーになっています。レンズカラーはインダストリアル、右レンズには同系色のパープルを M と S で、こちらですね。左レンズは上部にレッドストーンを3個、サイズは MSSS、 順番に並んでますね。その左レンズの下側には2本のチェーンがテンプルへ伸びています。長さは6センチと8センチ、テンプル側は1箇所にまとめました。そしてテンプルにスタッズも取り付けてあります。左右ともブラックのクリスタルスタッズが2つずつ配置されています。テンプルエンドにもストーンが取り付けてありますね。左右ともブルーの LL、いかがでしたか？それぞれとてもバランスを考えたこだわりのカスタムフレームでした。しかもこの5本は全て同じオーナー様の作品になります。フレームはね以前に購入されたものでしたが、今回まとめてオーダーいただきました。ぜひ自分でデザインしたカスタムフレームを楽しんでください。次回のオーダーもお待ちしています。そして最後にこちらはねまだ制作途中のフレームなんですが、今回はラインストーンカスタムの紹介になったので一緒にお見せしたいと思います。それがこちら、どうでしょう、これでもかとねストーンを散りばめたニクスです。レンズカラーはインダストリアル、
パープルとブルーのグラデーションに合わせてストーンのカラーもパープルとブルーになってます。わかりますかね。ここが境目になってて、上がパープル、下がグラデーションに合わせたこだわった配置となってます。さすがにね、これはね、右手がくたびれましたね。でもなかなか綺麗に仕上がってると思います。ここからテンプルにもカスタムが施されていくので、この動画の撮影にはね、ちょっと間に合わなかったんですが、いつかホームページで紹介していきたいと思います。本日の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。どれもね、こだわりの詰まった作品だったと思います。ただラインストーンに関してもワンポイントだけっていうのもノーマルとはね、すごく印象が変わりますので、ぜひトライしてみてください。メガネカスタムについて参考になったなとか、次の作例も気になるなと思っていただけたなら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。こっちか。それではまた次回のメガネカスタムのすすめでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。